回ですね、東京から、そうですね、2月、私は2月8日から来て、今日が12日ですね。で、14日に帰るんですね。それで、この時は長崎に行ってて、それで、ほぼ今ロサンゼルスに来てて、15日に着くんですけど、それで2月16、17、18が白馬に行ってて、それで2月19日がライブテレビって私の担当ですね。だからちょっといろいろとね、ちょっとずっと続いてるんです。これ長崎に来てたのは何ですかっていうと、2月5日がね、本当はね、長崎で、1597年の2月5日に、日本で最初のクリスチャンの人が26人いて、で、その彼らが殉教した日、殉教記念日、この日曜日だったんで、6日に西高っていうところ、長崎大学で集会をしたんですね。それで、それに行ってて、で、7日に帰ってきて、それで、この8日からこのサザエスに来てて、っていうのがですね。で、これは何かというと、2月10日に映画の授賞式で、ムービー会議という授賞式がありまして、そちらの方に出席して、でその後もこう、昨日もちょっとプロフォームがあって、こっちに出ました。それで、ロサンゼルスで、14日に帰って、15日に日本です。そしたら今度は、白馬キャンプっていうのが、冬の白馬キャンプっていうのが白馬なので、さっき話をした時ですね、寒いとこから暖かい方に行くのはいいんです。だけど、暖かいとこから寒いのはちょっと答えるから、スキー場で、今スキー場なんですね。まあ、ちょっと寒いだろうなっていうのはね、ちょっとね、思うんですけども、白馬に行くんですね。で、帰ってきたら、その次は日曜日が、私はなんか、ゴスペルライブのなんか、プロデューサー選考とかあるんですね。それで私は一応応募したんでね、帰ったらなんかやらないといけない、何をやったらいいのかって、どこで準備するのかって問題もあるんですけど、神様は全て備えてください。まあこういう感じで動いています。それで今回ですね、すごく嬉しいなっていうのは、まあいくつもあるんですけど、ソウルサーファーって皆さん、いいのかな、サーファーね、サーフィンやる人が見たら全然見方が違うでしょうね。私はサーフィンは、見たことがあるんだけど、やったことはないんで。で、ベタニー・ハミルトンさんという人がいるんですね。まあ、私が言うのもなんか、おかしな話なんですけど、皆さんの方がよく。ベタニー・ハミルトンさんという、女の子がいるんですね。で、彼女は、13歳の時にサーフィンをやってる時にタイガーシャンプーってですね、サメに襲われて、それで結局左手ですかね、その、腕を失うんです。これ実際の話ですね。それで実際なんですね。でそれでそので彼女はプロのサーファーを目指してたんですね。ところが13歳の時にサーフィンをやってる時にサメをために襲われて、こう左腕を失ってしまう。いや、女の子ですよ、ティーンエイジャーで、13歳で。もうすごい大変なところだったんですけど、だけど彼女は再びね、シャンプーをやり始めた。これすごいと思うんですね。普通そういったことだったら、やっぱりもうやめたってから、もうサーフィンはサの字も嫌だっていう感じでね、見たくないとかね。まあ、それ結構普通だと思うんですけど、彼女は再びサーフィンをやりまして、それだけでもすごいと思うんですけど、どうなったのかというと、なんかプロのサーファーになったんですね。プロのサーファーになって、私が聞いた話では、そのプロのサーファーのコンテストで7位になったんですね。だから、それは、ここの事故でではなくてね、私、サーフィンやったことがないから、わからない、想像でしかわからないんですけど、腕でこうバランスを取ったりするわけですよね。しかもなんかこうすごい波が来たらこうパーッとなってこうやるわけですよね。ね、両手があったらなんかまだいいんですけど、片方だったらね、よっぽどこうバランス感覚とかね、良くないとね、ダメだと思うんですよね。ところが彼女は、で、そのね、ことを起きた後にね、そのプロのサーファーになって、それで7位になったっていう、そういうことで、
そういう方なんですね。それで、あ、これですね。ありがとうございます。私もあの日本に送っていただいたんですね。日本で、あの日本はね、6月風紀なんですよ、今年。だから一足先にこう見ることができました。それで、映画祭の時にこれもね、あのノミネートされた作品だった。だからこう見たかったんですね。まあ、もともと見たかったんですけど、去年の4月にね、風紀ないけど、風紀の前に帰ったんで、だからちょっと見なかったんですけど、そうですね。それで、まあ普通思いますよね。これ実際の話ですね。あのそういう想定の話じゃなくて、本当に13歳の女の子がサーフィン大好きでサーフィンやってる時にそういう作品を備えて腕を失ってしまう。普通はね、もうそれでもうね、こう終わりっていうかね、もうそれ以上こうどうしていいかって慰めようもないじゃないですか。でそういうことだと思うんですよ。だけど彼女が良かったのは、まあ、さっきあの千穂美さんがですね、イエス様を信じられましたけど、彼女もイエス様を信じてたんですね。で、その前は信じてたんですけども、で、家族も信じてたんですね。家族も信じてた。それで、どうなのかっていうと、でもその中でもやっぱりね、こう、いろいろとこう、やっぱりなぜ自分にこういうことが起きたんだっていうことを悩んだり苦しんだりあったわけなんですね。で、その中で、彼女を支えたこう言葉がですね、ちょっと開いてみましょう。ですね、ゼカリ、ゼカリじゃなくて、エレミア書ですね。エレミア書のね、29章の、11節。エレミア書ってあるんですね。旧約聖書。エレミア書の29章の11節。私が持っている聖書ではですね、1189ページですね。で、エレミア書の29章の11節、私が持っている聖書が1189ページ。そこにはね、こう書いてですね、読みます。私はあなた方のために立っている計画をよく知っているからだ。主の御つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとこう書いてますね。で、特に主の御つけて神様はこう語ってますよと。それは神様が私たちのために立っている計画っていうのがこうあるんですね。で、それでその神の計画っていうのはどうなのかっていうと、神様が私たちに立っている計画はですね、災いではないってこう言ってるわけですね。それで、ね、どう言ってるかっていうと、平安を与える計画、平安ですね。そして将来と希望を与えるもの、平安を与える計画で、将来の希望を与える計画なんだっていうように神様が言ってることがあるんですね。これは、私たち一人一人に立っている神様の計画っていうのは災いではないと言います。災いではないんです。じゃあなぜベタニー・ハミルトンさんにそういうことが起きたんですかってことになるわけですよね。神様は災いではないって言っているにもかかわらず、なぜ彼女の人生にね、なぜね、ちょっとずれてたらサミに襲われないでも済んだわけじゃないですか。ちょっとね、サーフィンやる場所がちょっとずれてたりとかね、ちょっと人並み違ったらそういうことはなかったと思うんです。でもなぜそういうことが起きたのかっていう当然疑問はありますよね。だけどその中で神様が語っているのは災いではないと。決して私はあなたに災いの計画を持ってなくて、平安を与えるための計画で、将来と希望を与える計画だっていうように言ってるんですね。で、それ彼女はどうなのかっていうと、その自分の感情とか施策はあったと思うんですけども、神の言葉の方を取ったわけですね。だからエレミア書の29章の11節で、彼女はいつも何かあるたびにこれ、ね、聞かれそうですね。まあ大変だったですよねっていうから、こう当然聞かれると思うんですね。でもいつもその時にエレミア書の29章の11節を開いてるっていうことを言ってます。